リッケンバッカーモーターカンパニーは1922年から1927年まで活動した米国の自動車メーカー。第一次世界大戦で空の英雄として活躍したエディリッケンバッカーがミシガン州デトロイトで創業。第一次世界大戦での空軍の戦隊で使用していたトップハットを輪の中に模したエンブレムを車のフロントとリアにつけていた。リッケンバッカーはそれ以前は 自動車のレーサーだった。リッケンバッカーでは、スポーツタイプのクーペを作った。当時の米国では四輪ブレーキが標準となりつつ、あったが、リッケンバッカーは、1923年、油圧での四輪ブレーキを使った2番目の会社となった。クラブクーペと呼ばれたスタイルの屋根のある車では、透明セルロイドをガラスで挟み込んだ安全ガラスを使い、これを売り文句としていた。この技術は、 現代の自動車でも未だ使われている。1924年頃、英国のピアレスと合併しようとしたが失敗している。初期の6気筒エンジンは1925年に8、気筒になった。社名はバーチカル8スーパーファインで、先進的な独自エンジンを乗せ、高品質の車であることを歌った。1926年には、新モデル6から70、8から80。 8から90を出したが、当時としては高価であり、販売は不調だった。会社は1928年に終了した。製造された車は1万仙台だった。残った、生産設備は、DKW のオーナーだったヨーオン・ラスムセンが購入し、ドイツに渡った。ラスムセンはこれより、先の同年に、アウディも買収していた。この設備は1929年から生産された。 高級モデル、ツビカウトドレスデンの生産に用いられ、またこれらの車には、立憲バッカーの開発した6気筒、8気筒エンジンが搭載された。ありがとうございます。